お疲れ。どうした？なんかすごいしんどそうな顔してるから。うん、いろいろあったね。いろいろあるよね。聞かないけどさ、いろいろあるよな。なんか周りはさ、いろんなこと言うじゃん。もっともっともっとって、もっと頑張れとか努力しろとかさ、できるはずとかね。なんか目に見えないものばっかりさ、ずっと僕らと追い求めるじゃない。なんか友情とか、なんだろうな、信頼とか将来とか、なんかよくわかんないけど必死になってそれのために心と体削るじゃない。でも僕思うんだ、一番本当に大事なのって多分そのみんな自身のさ、体の健康と心の健康だと思うんだ。割と本気で思ってて、うん。だって今が怖くなってさ、何もできなくなったりとか、もう将来なんてどうでもいいやって今例えば死んじゃったりなんかしたら、その追い求めてる将来なんてないわけじゃん。って考えたらさ、もう頑張んなくていいよ。それ以上のもんないって。だからすごい頑張ってるのも見たらわかるしさ、うん、なんか頑張るのもいいことだって知ってるけどさ、僕も。でも今のみんなの顔見てたら、それを言うつもりはないかな。すごい無責任かもしれないけどね。でも頑張んなくていいよ。なんとかなる、大丈夫ね。なんとかならなかったらさ、その時は一緒に考えよう。僕絶対横で一緒に考えてあげるから。うん、だからたまにはガーッと考えずにさ、ゆっくり寝て。そうそう、帰ってからもしなんかね、あれ気になるとかさあったら LINE くれたらいいし、僕 LINE あるからね。うん、そうそう、頑張らなくていいよ、無理しないで。ね、さあ帰りましょう。